はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらのお車 R53 で V ベルトの交換の様子を、交換の仕方ですね、ご紹介していきたいと思います。でまず V ベルトの交換なんですけれども、まず運転席のタイヤと、あとインナーフェンダー、タイハースの内側ですね、外す必要がありますので、そちらの作業を進めていきます。はい、今タイヤとインナーフェンダーを取り外しました。でタイヤとインナーフェンダー取り外すと、V ベルトにアクセスできるようになります。ただこのままでは交換できません。テンショナーでテンションがかかってますので、まずそのテンショナーを解除する必要があります。でテンショナーの解除は、ボンネット側から作業になりますので、そちらの作業を進めていきます。はい、テンショナーの解除はボンネット側からになります。でボンネット側からこちらの専用工具 SST を使って解除します。はい、解除できました。はい、でテンショナーが解除されるとベルトが緩みますので、まあ、そのまま取り外しができるようになります。はい、取り外せました。であとはまあ逆の手順で同じようにベルトをかけて戻していくっていう作業になります。はい、というわけで今日は R53 の V ベルトの交換の様子をお届けしました。で V ベルトなんですけれども、車種やグレードによって長さが違います。で特に R53 の場合だと、車外の空離を入れている車なんかだと、径が変わってたりして、それによっても V ベルトの長さが、適正サイズが変わってたりする場合もあります。で特に中古車なんかだと、オーナーの知らないところで、変わっている可能性もありますので、注意が必要です。そのわけで今日はつっちーがお届けしました。ご視聴ありがとうございました。